あえて紙媒体から誕生したアイドルがお送りするトークありライブあり盛りだくさんの30分番組です。イエーイ。はい、今回 MC を務めますのは、急に親戚から LINE をブロックされています、明るい引きこもり山下岡田です。よろしくお願いします。わブロックされてても明るく引きこもれる、明るい性格は悪いねんな。はい、どうぞ。はい、そして SIR のカリスマリーダー、見せるこびる成し遂げる怪盗ブラックデーモンのウータンこと柳瀬ゆうきです。ゆうきちゃん、ゆうきちゃん、ゆうきちゃんはやめて、ゆうきちゃん、ゆうきちゃんはやめて、ゆうきちゃん、本当に恥ずかしいからやめて、ゆうきちゃん。はい、私自己紹介します。オレンジ色を担当、あ、こっちか、オレンジ色担当、元気の一本釣りオレンジパワースポット、皆さんも一緒にせーの、元気マリマリ、大崎まいなです。今日も元気によろしくお願いします。マリ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 、ね、カメラの向こうの皆さん、そしてあのスタジオの前に来てくださってる観覧の皆さんにもねアピールをしております。観覧の皆さん、やったマリマリ、やりました、元気やってます、元気マリマリ、あー、いいですね。強要するんじゃないよ。ありがとう。1回目だよ。はい、SIR 極星サーモンピンク担当のキュートな笑顔は時知らず、目をそらしたらガーッ、さきちゃんこと桜井咲です。さきちゃん、今日は朝から頭がぼーっとしてます。あ、いつもか、よろしくお願いします。何その笑点の最初みたいな、なんか小話じゃないから、こっからはこっから小話じゃん。いや、こっから挟むとかってあっち二人も挟まなきゃいけない。なんかちゃんと作ってきてるから。いや、ちゃんと作ってないから。ちゃんと絵が出てきたわけよ。嘘でしょ。そうだよ、私も作ってきたら面白くないから。毎日夜に美味しいジュース飲んでるからだった。ありがとう。よかった。そういうこと。日記だ、日記日記だよね。はい、SIR6 期生プリン色担当の動けてカラメルぽっちゃりプリンセス、さよなことトレサヨナです。さよなら。はい、誰やばい、なんかちょっと怖いことまで聞こえたよ。まだ、なんて言った。デブ。あ、やばい、待て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 、もうただの悪口それ。でもほら、やっぱり顔ちっちゃいんだよね。落としてあげるね、得意だね。そういうの。待って、とても言いたいことあったんですけど、最近リボン部の部長になりました。よろしくお願いします。 SIR の中で最近その髪飾りとかのね、あのリボンを作るっていうのがすごく流行ってて、それはね、トネちゃんがスタートしたことだからって話だったんだよね。だいぶ前にハズリングやってたんだけどね、うん、そしたらウータンも知らないうちに作ってきたの。上手だよ。みんな作ってるよ。私も作ってきた。候補生これから始めるから。本部候補生、営業部、営業部。いや、じゃあの単純に皆さんにお金を出したいと思います。お願いします。お願いします。サンスポ PS リポートというフリーペーパーで活躍するペーパーアイドルでございます。そしてこの番組は浜松と文化放送1階のサテライトスタジオから公開収録でお送りしております。まあ、SIR がですね、新体制になってから初めての収録となっておりますので、うん、まあ、チームデビルがね、どういう風な感じの、ね、キャラクターを持っているのか、いろんなことが発表ありましたが、そのことについてはですね、この後たっぷり話していきます。座れ。人呼んできた。それではペーパーアイドル、今夜も発動します。この番組はサンスポ PS リポート、ラックユーアイドルパスの提供でお送りします。ですね、はい、今回はチームデビルがやってきているということで、早速なんですけど、そもそもチームデビルってなんじゃらほいって方もね、結構いらっしゃると思いますんで、3月6日の新定期公演で発表した内容についてお話ししていきたいと思います。
まずはね、チームが分かれたこともそうですけれども、はい、6期生のイメージカラーとキャッチフレーズが発表になりました。やっと決まったね。まずはキノさんから聞いていく。キノさんは何になったの？私パステルパープルになりました。お、はい、ずっと狙ってたんで、やっと慣れたなってこの制服に来て、はい、思いました。でキャッチフレーズもね、さっきちょっと発表したけど、恥じらいのパープルハートを予測不能のおてんばがあると。長くねちゃいましたけど、覚えてたことにびっくりちゃった。何やねん、すごい。あと自列がダサめ、自列恥じらいとかおてんばとかな、初めて使った人生で、おてんばって意味知らないでしょ。おてんば、おてんばって他に意味あるの？確かに五反田みたいな感じかなおてんばって場所あるからね。あんの？あるよ、ね、絶対あんの。おてんばアウトレット、5点場、それ5点場、5点場ではない、5点場アウトレット。出てさっきあんな、ごめん、本当にちょっと待って、バカが渋滞しすぎてる。3月の、ね、配信で、気づいたこと。そうだよね、SIR のチームデビルにはバカが偏ってしまったという、残念だね。でもエンジェルも意外とバカが多いって最近さ判明したよね。なるほどね、だから結果から言ったら SIR バカばっかりだよ。バカがないと入れないんだよ。そうなの？そういうことだよ。いや、じゃあ次、トメちゃんが、はい、イメージカラーがプリンに決まったということで、まあ、ちょっとね、プリンってどこだよっていう感じだと思うんですけども、プリンっていう名前の呼び方になったのにもちょっと理由がありまして、そう、私がずっと高校生の時から私この色になりたいってずっと言ってたんですよ。で、まあ、晴れて慣れたわけなんですけど、呼び方を変えるっていう話になりまして、そうそうそう、それでなんか私がそのショールームで自分のキャラクター作れるじゃないですか、アバターで。で、昔から作ってるプリゾーっていう、私昔に考えたキャラクターがあるんですよ。結構ちょっとなんかカッパみたいで気持ち悪いってみんな言われるんですけど、そうそう、あれがなんかまあプリンを元にしたものなんですけど、それもあるから、私黄色系の色が好きで、すごい、それで、あ、6期生で話してる時に、あ、プリンっていうのいいじゃんみたいな、プリン色っていう呼び方にすればみたいな感じになって、いやでもそれ通らないでしょってなったんだけど、そう、ダメ元で言ってみたら、まとめだからいいかみたいな、なんか一回その話がポロって出た時にプリンはもうそのままプリンだったんだけど、その流れなのか何なのか分かんないけど、キノタン何だったんだっけその時。私本当に絶対でも私は言いたくないって言って、結局やめさせたんですけど、やめさせた、ずいぶん来るね。ブドウ、そう、ブドウだったのよ。ブドウって言われたの、うん、イメージからブドウですみたいな、全部一番ロッキーの4人分のやつがまとめてこう紙で渡されて、そのキャッチコピーとカラーが書いてあるやつで、トネのせいで多分みんな食べ物おかしくなっちゃったんだよね。いろいろトネがゆかちんも実はショッキングピンクって今呼んでるけども、実はピーチっていう最初名前で、それ絶対トネのプリンから来ちゃってるよねみたいな。でもアーヤだけは絶対押されずオーシャングリーンのまま。なんでそこはマスカットとかならなかったみたいな。そうそうそう、まあ、SIR にね、新しいメンバーが入って新しいカラーリングになってということもあるんですけど、はい、何よりもまずチームが、分かれて、そのチームの今までチームヤング、チームアダルトとしてやってきたんですけど、名前がそもそも変わったというのがあるんですよ。ちょっとウータ発表してあったよ。はい、この度 SIR は2体制になりまして、チームエンジェル、そして私たちチームデビルとなりました。よいしょよいしょ。ブータンがリーダーだからチームデビルになって違います、違います、ね、じゃあそういうわけではなく、こちらのデビルの方々、基本的にデビルの方々揃ってるんですよ。どういうことですか？いや、まずデブ、デブ、何？違う、自意識か、一人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 デブじゃないよ。デビルといえばちょっと黒いイメージだから、私は別に中身はエンジェルだけど、まあしょうがなくデビルになったわけで、マリマリはさ、刃があるじゃない。実際内面デビルじゃん、だからデビル。デビルじゃないよ。ちょっとなんか歯がこうなんかね、イエーイみたいな感じでデビルでしょ。なんかなんかデビルだいたいデビルだいたいデビルだ、人生いや、なわけどんだけ私力握ってんだよ。なんかそうなのかなと思っちゃった。違う、誰が選んだの？まあ、上さんですね。あ、そうなんだ。逆に誰がじゃ選んだんだ。いや、なんかもうウータンがリーダーになったから、なんかウータンがそうやって思ってる子たちを選んだのかなと。あ、なるほどね。すごい力持ってんじゃん。担当から今までブラックって言ってたけど、変わったんですよ、担当から。何？この
たびですね6期生のまあカラー発表に伴い私もカリスマブラック担当となりました。よろしくお願いします。カリスマ、いやありがとうね本当に、ね、でもカリスマ的要素すごいあると、うん、ありがとう念願のカリスマになる。でもねカリスマ、あるとカリスマって言ったらダメなんだよ、うん、カリスマ美容師って言ってるところ行きたくねえもんな。でもさ美容師って自分のこと言ってない？カリスマ美容師って。そうそういや行きたくはないさあ、ね、こちらがですね、うん、チームデビルでございます。ちなみにチームエンジェルは、うん、リーダーを夏木リラとしまして、葉月、上村風子、横屋敷有田、平塚由香、西野綾、熊谷千香の現在7人体制となっております。そしてですね、熊千香こと熊谷千香がですね4月の24日に行われます、卒業公演におきまして千香ちゃんの卒業が発表されましたということでございます。なので皆さんですね、4月の24日は必ず開けておいてください。よろしくお願いします。18日も開けといてくださいね。それはまあ入れてくると思いましたけど、まあ、いいでしょ絶対なんでさあこの時間は3月6日の新定期公演で発表した内容についてお話をお送りいたしました、はい、この後はみんなで企画コーナーをお届けします。イエーイ。さあここからはですねチームデビルのリーダーとなりましたうーたんこと柳瀬ゆうきに頑張ってもらいたい、こちらの企画をお届けします。題して嘘つきデビルは誰だけ。さあルールを説明いたします。これからチームデビルのリーダーである柳瀬ゆうきについて一番尊敬しているところを他のメンバーが一人一つずつ発表していきます。ただしメンバーの中には嘘つきデビルがいます。その嘘つきデビルはウータンではなく違うメンバーの尊敬しているところを言っています。なのでウータンには誰が嘘つきデビルか当ててもらいたいと思います。いやさこれさ尊敬するとこありすぎてちょっと大変なんじゃない選ぶの。はい、というわけで、ちなみにですけれども嘘つきデビルが何人いるかというのは分かっていません。なので嘘つきデビルはこの子とこの子っていう場合もあるし一人の場合もあるしということもあるので。じゃあめっちゃ恥ずかしいやつじゃん。私がなんか例えばさ、サキションがさウータン優しいって言ったら私じゃあサキションが優しいって言ってくれてると思ってさ、うん、あのデビルじゃないってしたとして、うん、実はデビルだったらさ、うん、なんか私すごい勘違いやるみたいな恥ずかしいやつじゃん。えじゃあいいこといっぱい言うってことみんな。そうですね、まあとにかくその皆さんはウータンの尊敬しているところを一つ言ってください。ただ中でデビルですよと言われている人たち、中でデビルですよと言われている人たちは他のメンバーの尊敬しているところを言っています。なるほどね、いっぱいあるからな。分かった、よろしいですか、はい、まあこれからねチームを引っ張るウータンが分からないはずがないと、うん、私たちのこと分かってくれてるもん。分かってくれてるの大丈夫大丈夫、リーダーだもんということで悪いこと怖い嘘つきデビルは誰だゲームをスタートします。早速私山下若菜からウータンの尊敬しているところを発表してみたいと思います。いきますね、うん、女子力が高い。あ違うな、女子力が高い。でもそういうとこ作ってるもんね。そうそうそう、私が思うとこですから、ね、女子力が高い。じゃあ大崎まりなさんよろしいですか。ウータンの尊敬してるとこ一つください。歌がうまい。ウータンは歌がうまいと思っています。みんなうなずいてるよ。本当に、みんなテレビの前でみんなうなずいてる。いやテレビの前じゃない間違いなくただのエントランス。じゃあちょんまりいきましょうか。いつも面白い。いつも面白い。みんなうなずいてない。みんなうなずいてない。いや面白いよ面白いよさあ続いてキノタンまいりましょう。ネイルとかいつも可愛い。ネイルがいつも可愛い。ちょっと変えたばかりのネイルですね。確かに器用だよね。これ自分で作ってるもんね。そう自分でやってるんですネイルは。何でもやってるよね自分でね。なんか女子力高いですよね、うんうん、あなるほど。じゃあいきますよ、はい、トネちゃんはどこ尊敬してますか。向上心がすごい。向上心がすごいということでございます。さあこの、5人の中に嘘つきデビルがいます、さあ人数は分かりませんが、ちなみにじゃあウータンが今嘘つきデビルなんじゃないかなって思ってる人にもう一つだけ質問してもいいですよ。え2人いるんですけど。おいいじゃないですか。誰ですか。わっちゃんととねちゃん。うわ嘘ついてんじゃないかと、うん、嘘つきデビルなんじゃないかと。そうその理由は、うん、え、わっちゃんは私が女子力散々ないの知ってるから、うん、なんか常に言ってませんか女子力高いって。あ、そうかな、うん、で、トネちゃんはなんか向上心っていうすごい無難なところ行ったから、あ
一つ聞いてみましょうか。とねちゃん、あなたが思っているそのメンバー、もう一つ尊敬しているところ教えてください。優しい。優しい。いやね、ちょっと待って、なんかね、疑い出したらキリがないな。みんなデビルな気がしてきた。じゃあ私ももう一つ言っておきましょうか。ですね、常に髪型が完璧。よろしいですか。あ、違う、絶対違う。これ髪型完璧じゃないもん。だってレッスンの時ヤマンバみたいな髪型してる。いや、それのこと言ってねえよ。それのことは言ってねえよ。出る時の話してんだよ。出る時の、あ、そういうことか。それ言い出したらそんなやついねえからって話。難しくない。いや、でもあとね、さきちゃんの優しいとの引っかかるんだよ。あ、じゃあ優しいじゃなくて、あの、面白い。さきちゃんは一緒にいるといつも、あ、うだ、さきちゃんのがめちゃ合います。だから、うわ、どうだろうなみたいな。え、歌が上手いわ。歌が上手いわ。マリマリはいつも言ってくれるから、うん、本当にそう思ってくれてるのかなと思って、ちょっと信じたいなって。信じたい、信じたいということ。歌面白いよ。いや、だって前言われても歌が面白いないで、さっきちゃんが歌ってるのって。さっきちゃんあるけど歌そう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 、似てる。確かにどっちも滑ってる。それではじゃあお聞きしましょう、はい、この中で嘘つきデビルだと思うメンバーを全員お答えください。はい、うん、嘘つきデビルはわっちゃん、さきちゃん、とねちゃんです。なるほど、3人いたんじゃないかと。結構多いですね、はい、デビルが多かったと、はい、人は信じちゃいけないって親から学んでた。ダメだよ、言ってないよ。そんなことなんか一度もないよ。ほら、こんなに一緒にいるのに信じてもらえないかな。ありがとう、ありがとう。一緒にいるから。それでは参りましょう。嘘つきデビルと思われたのは私、山下若菜、そして桜井咲とねさやなの3人です。では嘘つきデビルだった人は手を挙げてください。せーの、バンバン。思ってそれ言ってたの。いや、私はさきちゃんを嬉しい、ありがとう。思って歌がうまいと言ってました。いや、でも一応近いからさ、やっぱうまいけど、まあまあ、バレないように一番近いとこ言ってみようかな。さきちゃんバレは常に面白いって言っても誰のこと言ってましたか。わっちゃん、ありがとうございます、嬉しいです。ツボだもんだって。くだらないネタをね、いつも笑ってくれますよね。え、きのたんは誰のこと言ってた。さきちゃん、さきちゃんのこと言って、ね、いつもネイルが可愛い。ありがとう。ちょんまるのことを言ってました。え、とねちゃんは誰のこと言ってました。わっちゃん。ね、なんでマリナのことは誰も言わないの。マリナだってバカとかしか出てこないけど。いや、後輩、後輩先輩、後輩先輩。いや、わかりましたよ。それはみんなわかってるんですよ。大体が目が痛んでる。私は言いました、わかなはですね、なんか一番近いだろうと、イメージが近いだろうと思ったので、あの熊谷チカのことを言ってました。あ、でもそうかなって思った。そう、なんか髪型を常にね、完璧にしていたりだとか、まあ女子力が高い点っていうのをやっぱり言ったらね、まあいいかなと思いましたんで、まあ。じゃあ歌というわけで、全員デビルでした。デビルでした。デビルでした。じゃあね。もう誰も信じない。声が小さい。小さいよこれが。さ、ちなみに、じゃあトネちゃん、本当に柳瀬の尊敬してるとこはどこかありますか。うーたんのことは最近本当に最近だっけ、正規メンバーに加入してから本当にうーたんの魅力にいっぱい気づいて大好きなんですけど、うん、なんでもなんかちょっとこれ絞ってこれてな特に。本当ね、私がね、悩んでたりする時とかもあったりしたの。そういう時とかもすぐに、なんかあったらすぐ相談するんだよって、やっぱリーダーだと思って。あとは猿の絵文字いっぱい使う。の尊敬性とかある。うーたんは本当に実はネガティブなんだけど、うん、裏でポジティブになろうって一生懸命頑張ってる。あー、ぽいぽいぽい。見せないじゃん頑張りを。それさ、近況報告じゃん。尊敬性のことより近況報告だね。うん、でマリナなんかあるっしょ。ある。何がある。うーたんは、うん、すごい歌がうまい。結果だ、結果だ。いつも言ってるから。いや、本当にずば抜けて抜群できなかった。抜群にずば抜けて
うまい。でも歌は何でもこなせるじゃん、うん、すごいの本当に。どこがってよりも全体的にできちゃうの。歌いいよいいよいいよ。まつげも長いし髪も長い。とっても可愛い。うんたんリストバンドがすごい丸くて可愛い。いやカリスマだな。ちょっと汚い。頑張ってる。頑張ってる。頑張ってる。一人だけなんかリストバンドのサイズ感違うけど。なんかゴムとか出てる。誰か買ってやれ。あれ、ね、白い系の猫はねこれいっぱいねファンの方がねくださるんだって。でもうーたは黒だからねあんまりねみんな汚れないと思って何回も同じの使ってるの。うーたは。だってみんな何もくれない。みんなデビルだったわけですけれども、はい、ご感想の方いかがですか。もう誰も信じません。2017年冬やだみんな大好きだよ。大好き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 。冬終わるしもう冬終わるし怖いよ。というわけで以上嘘つきデビルは誰のゲームでした。やーこの後エンディングです。皆さんこんにちは。ジャーベラチンクエティです。岡田ロビン翔子です。後藤由紀です。橋本愛菜です。諸塚かなみです。今回ですね、うん、ラックユーアイドルパスボリューム3の表紙に私たちジャーベラチンクエティが登場します。ありがとうございます。やったー。しかも嬉しいことに、はい、今回で私たち表紙に出る回数が3回目ということ で、ね、過去最多らしいですよ、ね、最多出場ですよ、ね、どうしますか。いやもうこれからもぜひごひいきめお願いします。お願いします。ということで、はい、チャオベラのインタビューやクーポン、はい、そして最新情報もたくさん掲載しておりますので、ぜひねこの冊子をゲットして、私たちのライブにも遊びに来てください。待ちしてます。ということで以上チャオベラチクティでした。バイバイ。この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。さあ早いものでFIRのペーパーアイドルそろそろお別れの時間となっておりました。喋りたい、ね、一人で喋ってください。寂しいよ。まずは SIR からのお知らせです。SIR ワンマンライブ各演2016全国ツアー DVD 発売中です。ツアーファイナルの赤坂ブリッツをはじめ、各地方の公演シーンも収録されたディスク2本立てです。お待ちしております。皆さんぜひともご購入ください。お願いします。はい、そして3月27日は上村風子、桜井咲希、うん、そして戸根さやな、西野あや、あやだけあやだっけの生誕祭が行われます。場所は秋葉カルチャーズ劇場にて行われるので、皆さんぜひまだ予約しない方はちょっといつもと予約の仕方が変わってしまうんですけど、ぜひあの6期生のタオルも30枚限定で発売しますし、私たちもう終わっちゃったんですけど余り分があるかもしれないので、そうぜひ来てください。よろしくお願いします。あ、そして4月18日には私大崎愛菜の生誕祭があります。クラブエイジャーでやるんですけれども、うん、私がわざわざクラブエイジャーでいいって言ったの。あ、そうなんです、うん、あのなおかつ、ゼロからの制作ということで、うん、今回しかやらないこと、そして T シャツのデザイン、うん、私とあなたの関係性が描かれた T シャツのデザインになってるのでぜひ皆さん、今絶賛ご予約開始中です、うん、なのでぜひ皆さんたくさん150枚ぐらい予約してください。お願いしますね、マリナの T シャツはね毎年思うんですけど、はい、着づらいよね。えでもねメンバー全員に誰かがくれることを願ってる。あと卒業メンバーにも。あーなるほど、たくさん高校にいただいて。それぐらいいいデザインなんですよ本当に本当に。ちょっと見たけど本当になんかもう芸術的すぎて。そうそうそう。え去年は何か知ってます。知ってる神社。そう、大崎神社っていう神社の鳥居を描いたんですけど、それよりもグレードアップしてますので待ってます。すごいんですよ、まあ、あの怖い求め立てて買ってください。ぜひぜひ。そして4月の24日にはなんと2期生同期の熊谷つかちゃんの卒業公演があります。こちらも渋谷クラブエイジャーでやりますので、もう2期生揃ってのですね生誕祭も今回18日で最後になって、でも2期がもう私と熊谷ちかちゃんしかいなくですね、1期生もわっちゃん1人しかいないんですけれども、
あ、これはぜひ最後の目ん玉に焼き入れたじゃない、最後の目ん玉、目ん玉に目に焼き付けて、ぜひ皆さん最後まで最後の熊谷千佳ちゃんのアイドルとしての姿を思いっきり盛大にお祝いしてあげてください。よろしくお願いします。はい、そしてラクユーアイドルパスボリューム3が発売中でございます。SIR のクーポンもついてありますので、ぜひともゲットしてください。お願いします。はい、この番組は毎週公開収録でお届けしています。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行います。はい、次回の公開収録は3月29日、出演は SIR のチームエンジェルです。はい、収録後にはライブもありますので、皆さんぜひこちらお越しください。行きます。はい、そしてですね、番組では皆さんからのメールを大募集しております。番組へのご意見ご感想、 SIR ラックユーアイドル部や、ゲストさんへの質問など何でもお待ちしております。アドレスはすべて小文字で paper@joqr.net です。来週の放送はですね、ラックユーアイドル部の、皆さんがお届けするんですけども、ゲストに、SIR のチームエンジェルが、登場いたしますので、皆さんお楽しみに。そしてこの番組は YouTube でアーカイブをですね公開しておりますので、皆さん詳しくはペーパーアイドルの公式サイトをご覧ください。お願いします。さあ、というわけでね、チームデビルになって初めてのこのペーパーアイドルだったわけですけれども、皆さんいかがでしたか。楽しかった。楽しかった。またやろう、またやろう、もう明日やろう、また明日。今からライブだから今からやる。楽しい。どうする。え、あのチームデビルのリーダー続けてくれる。いいと思う。よかった。やったし、嘘つかないからもう。いうわけで今回はですね、私たち SIR のチームデビルがお届けいたしました。この後はですね、SIR のライブの模様をご覧いただきながらお別れとなります。はい、ここまでのお相手は私山下若菜と柳瀬ゆきと大崎まりなと桜井咲と木下優と曽根さゆのでした。またねー。